これくらいでやれる相手ではない。なるほど、無数の剣による無差別な斬撃、これだけの剣を同時に操れるとは大したものだ。よくできました。花丸、エルザさんの技を防いだだけじゃなくて、そんな、ふざけたやつだ。しかしその小娘の不可術で強化されてこの程度か。エルザ、話にならんな。貴様は何者なんだ。まだ気づかんのか。いや、本当は薄々気づいているが、認めたくないのだな。貴様など知らん。エルザさんと顔が似てるだけじゃない、匂いまで似てる。私はそなたの母親だ。違う！私はローズマリーで一人だった。ずっと親などいないものだと思っていた。その親が目の前にいる私よ。私が親と呼べる人は生涯マスター一人だ。ま、構わないわ。私も娘がいるとか本当はどうでもいいから。もうとっくに死んでると思ってたのよ。だがこうして巡り合うとは数奇なことよの。ギルドを襲う者はたとえ誰であろうと敵でしかない。うむ、我がアルバレス帝国に歯向かう者も敵としか見ておらん。たとえ我が子だとしてもな。しかし自らの出生の秘密も知らずに死んでいくのは不憫よの。秘密？必要ない。せっかくこうして出会えたんだ、少し昔話でもしてやろうか。黙れ！我が名はアイリーン・ベルセリオン。かつてドラゴンの女王だった。たとえお前が私の実の母だとしても、ギルドへの道を塞ぐ者なら切るだけだ。私も昔話でもしたら我が子への愛着とやらが少しは芽生えるかもと思ったけど、残念、何一つ感情が動かないわ。魔力のみで一国の女王となった私に勝てるとでも思ってるの？本当の家族がいるからな。剣竜の直撃！広告の送信！この私に傷を。あなたの過去には同情します。でも自分の子を愛せない人、私は許せません。ドラゴンスレイヤーのおチビちゃん、さっきの話の中で竜の種という言葉が出てきたでしょ。それは
あなたの中にもあるのよ。はい。でも、それは私のお母さんが長年かけて成長しないように抑えてきました。何？だから私たちは流化しません。おそらく夏もの。なるほど。ドラゴンが体内に入り、竜の種の成長を止めていたのか。私に魔法を授けたベルセリオンは戦場で死んだ。私は彼の名を受け継ぎ、彼の無念を晴らすと誓ったのよ。しかし、そんな方法で竜化を防げたなんてね。私の人生を返して、こんな体いらないのよ。ならば私が楽にしてやる。フニ、はい。全身体能力上昇、デウスエクエス。小ざかしいわ。分離エンチャント、デウスゼロ。デウスゼロの効果をデウスゼロで相殺。こんな高度な不可実を。これで終わりだ。わかったぞ、エルザ。エンチャントの真理がな。赤ん坊だったから、身内だったから失敗したのか。いや、そもそも人間への全人格エンチャント自体が不可能なのか。答えはノーだ。相性というものが大切だったのね。ドラゴンスレイヤーであり、エンチャンターであり、若くて流化しない体が目の前に現れるなんて。まさか。はあ、この時を待っていた。多少魔力は落ちるが問題ない。ウエンジ、新しい体、新しい人生。アイリーンは生まれ変わったわ。新しい私の体。そんな。左大腿部損傷、全身に打撲等の挫傷多数。でも問題ない、動くわ。何このお胸かわいい。ウエンディは、それはもうただの肉の塊。ウエンディはどこだ。もういないわ、どこにも。強いて言うなら私。ふざけるな。ウェンディから出て行け。なんて頭の悪い子なの。これは憑依の類じゃない。うわっ、私はこの子自身になったの。ママだけ若返っちゃってごめんね。貴様。よりは下がってない。もともとこの娘にそれだけの素質があったということか。さて、遊びはここまでよ。こんな可愛らしい子が子持ちなんて言うでしょう。だからあなたの存在を消さなきゃ、私の新しい人生が始まらないの。天空の滅流魔法、こうかしら。ごめん。ウエンディ、奴を追い出せ。無駄よ、もうこの子の自我は死んだ。今日から私がウエンディ、ウエンディ・ベルセリオンよ。貴様なんかに。ウエンディは渡さん。
切れるのか、この体を。愛する者との別れの辛さを仲間が埋めてくれる。来い、フェアリーテール。私がエルザさんを守ります。甘すぎよエルザ。鎧にエンチェント爆破。ダメージが低い。全属性耐性上昇デウスコロナ。同じエンチャンターならもしかしたら私にもできるかもって思ったんです。ちょっと時間がかかりましたけど、私です、ウェンディです。エルタさん、ウェンディ。お胸が重い。ありえない、こんな小娘に全人格エンチャントなど。あなたの魔力すごいです。私の体なんかに入ったのが間違いですね。エルザさん、出てください。私が押されている。分離エンチャント。体から私を引き剥がすつもりか。ええ、こっちの方が魔力は上ですから。こいつ何者。私の体返してもらいますよ。大きいお胸には憧れますけど、私はその小さい体で生きてきたんです。おのれ。何よ。これでもこの体に戻れるか。やっと手に入れたからだ。私は先輩に渡った。体中の傷は私が生きてきた証。フェアリーテールで戦ってきた勲章ですから、傷なんていくつ増えても構わない。その体には大切な人たちと触れ合った記憶が残っているんです。ウェンディー、くっそは私がつける。小娘どもが。ウェンディ、すぐに片付けるからな。すぐにだと笑わせないでくれるかしら。400年生きた魔力を前に。
400年もかけてあなたを守ってきたのに、生まれてきたら少しの役にも立たない小娘、私の幸せまで邪魔するつもり。あなたの不幸は分かった。だが私は負けられない。そなたに私の不幸の何が分かる。あなたが私を捨てた村で私は捕まり、数年間カルト教団の所有物とされていた。あなたの400年に比べれば大した不幸じゃないの。それにあの時の自分があったから今の私がいる。大切に思える人もできた。辛い出来事も仲間がいたから乗り越えられた。きれいことは、そなたの存在全てが憎い。産まなきゃよかった。死ね死ね死ね、消えてなくなれ。エンチャントの力をさらに増幅させる。ハイエンチャントの上位マスターエンチャントへと。これは大地や空、海、あらゆるものを超越した力、天体へのエンチャント。体が動かん。さあ、跡形もなく砕け散りなさい、エルザ！デウス・セーバすべてが。なんだあれ。流れ星向かってくるのか。くそ、動け、動いてくれ私の体。これで終わりよ、エルザ。右手だけ動く。いつか罰か。隕石に突っ込むつもり？どれだけ頭悪い子なの！人間が隕石を止められるわけないでしょ！いつの頃からか私は妖精の女王、キターニアと呼ばれるようになった。正直、どんな風に呼ばれようが興味はなかったが、あなたはドラゴンの女王なの。私もチターニアなのに悪くない。女王とはみんなを愛し守るもの。たとえこの体が砕けようと必ず守ってみせる。
力を貸してください。マスター、何なの、私の娘は。諦めなさい。私の全人格をエンチャントすれば、この呪われた体ともお別れできるわ。400年も待ったのよ、この時のために。人間の体内で成長する竜の種、さあ私の器になるのよ。苦しみに耐えてきたでしょ。躊躇してはダメ、これは当然の権利。
この子は私のものだもの。私が好きにしていいはず。笑うな。笑わないで。甘いわね。剣が消えた。ここよ。情けないわ。帝国最強の女魔導士の私が自分の娘だけは殺せないなんて。なぜかしらね。私、本当は。そなたの体にエンチャントするのをやめたのよ。生まれたばかりのそなたが可愛くて。その決心が鈍らないうちにそなたを捨てた。なんて言っても信じてもらえんだろうな。笑ったせいで思い出したんじゃないかしら。そなたを愛してたこと。さよ。